来ました。私現在、絶賛開催中の熊本地産地消応援フェアの担当部署から参りました、流通アグリビジネス課の丸山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。また今日のイベントでお世話になります悠々熊本農畜産物市場の、松岡店長にもご参加いただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では時間となりました。日頃より、農林水産物の PR をお手伝いしているくまモンが、PR のお手伝いにしてくれています。それでは皆さんと一緒にせーのでくまモンを呼びしましょう。準備いいですか。はーい、いきます。せーの、くまモン。クマもねバッチリ聞こえてたね。ありがとうございます。では皆さんと改めまして元気よくご挨拶していきましょう。皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。元気なご挨拶ありがとうございます。熊本サプライズクマモン隊隊長のクマモンです。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しい、ちっちゃなお友達も来てくれてるね。ありがとう。今日はね、みんなと一緒に PR のお手伝い、くまモンね、させていただきに、今日はここね、やってまいりました。よろしくお願いします。はい、元気に登場してくれたくまモン、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。後ほど、旬の県産農林水産物をご紹介したいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい。早速ですね、今日お集まりの皆さんに、質問をしたいと思います。お、はい。現在開催中の熊本地産地消応援フェアを知ってる人、はい、あら、お手手上がりました。ありがとうございます。はい、ではもうすでに応募を済ませた人、はい、あら、あれ、さっき元気よく手上がったじゃないですか。ちょい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 、まだまだ絶賛開催中ですので、ぜひ応募よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ここで組まなきゃ。それではですね、早速フェアの紹介を私の方から、簡単にさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今年で4回目を迎えました、熊本地産地消応援フェアは来年1月24日までの約5ヶ月間にあたり開催いたします。現在こち、このフェアにはですね、県内の700店舗近い地産地消協力店が参加しています。ありがとうございます。こちらのですね、悠々熊本農畜産物市場様も参加店舗の一つです。地元の生産者が育てた新鮮野菜や果物、県産の新鮮な魚介類や美味しい熊本のお肉が販売されております。日頃より、地産地消の推進にご協力をいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しくね、熊本ね。肩叩いてるけど、クマも偉そうじゃないですか。ありがとうよ、ありがとう、ありがとうございます。すでにですね、もうすぐフェアがスタートして1ヶ月を経過していようとしておりますが、開始直後からたくさんのご応募いただいております。あら、嬉しいね、クマもね。まだまだ応募してくださいよ。さっき手上がってなかったからね、クマもね。ぜひお願いします。フェアのですね、対象店舗の確認方法についてご紹介いたします。こちらの店舗にも掲載しておりますのぼり、ポスター、それがあの、目印となっております。よろしくお願いします。あとですね、皆様のお住まいの地域の対象店舗のチェックをする方法につきましては、ポスターに QR コードを載せております。スマートフォンで QR コードを読み取っていただきますと、対象店舗が地図上で確認することができます。よろしくお願いいたします。ここかな、ここかな、クマモン、ここかな、ここだ、クマモン、ここだ、ここだね。
あのスマホ貸して、いやいやいや、くまも自分のスマホ使ってください。あ、僕、あ、今日持ってきてないですね、くまもですね、今日持ってきてなかったですけど、皆さんぜひね、チェックしてください。はい、それではですね、続いて特典についてご紹介したいと思います。お、今回ですね、地産地消応援フェアに参加していただくために、応募特典を3つご用意しております。はい、1つ目はですね、毎期あたり10口以上応募いただいた方の中から抽選で10名様に県産品をプレゼントします。おー、すごいね。いやー、くまもこれはチャンスじゃない。たくさんご応募お願いいたします。もう1つ、2つ目ですね、球磨川流域復興支援ということで、令和2年7月豪雨災害で、被災した球磨地域、八代地域、芦北地域の対象店舗のレシートが1枚でも含まれますと、当選確率がなんと2倍となります。あ、1倍から2倍は大きいですよ、皆さんね。うん、皆さん、あ、ダッシュダッシュちょっとここから走っていくのは遠いんじゃないかな、車かな、やっぱね、ブン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 って皆さん行ってみてくださいね。と、最後に3つ目ですね、流通アグリビジネス課では、毎月ですね、さまざまな、旬の農林水産物の情報でしたり、生産者の思いをですね、SNS で発信しております。はい、はい、熊本地産地消 SNS、 通称クマリッチというふうに我々呼んでおりまして、こちらの LINE を登録していただいて、専用の URL をからアクセスしていただきますと、応募するとこちらも当選確率がなんと2倍となります。おー、熊本見てみて、ここここここ熊本地産地消 SNS クマリッチ、皆さん見えますか。あらー、ここから皆さんね、応募どうぞよろしくお願いします。あらー、すごかね、4つあるよ、お願いします。そう、 LINE 以外にもですね、インスタグラムや Facebook、X、Twitter もですね、X がありますので、ぜひ登録していただきまして、応募のですね、数を増やしていただければと思います。お願いいたします。 X Twitter ね、前の名前の Twitter ね、そう、鳥さんはいなくなりました。X ね、はい。そうですね、応募方法をご紹介したいと思います。郵送でも受け付けておりますが、ポイントがあります。ゆうゆう熊本農畜産物市松様のような対象店舗をで2店舗はしごしていただきまして、合計2000円分以上の県産品の購入、もしくは飲食店で、料理を召し上がっていただくということで消費しまして、そのレシートをですね、写真を撮っていただいて特設サイトの方からご応募をお願いいたします。写真でいいんですね。はい、写真で簡単に、応募ができるような仕組みを撮っております。よろしくお願いいたします。便利な時代になったね、くまもんね。昔はほらペタ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 ってやってハガキで応募みたいなのがあったよね、くまもんね。今そんな時代じゃなく、何そんなちょっとなんか古い時代みたいなのが顔してもね、今はね、写真でパシャパシャって撮ればいい時代になりましたので、お手軽になったね、くまもんね。はい、そうですね、こちら応募すると毎期、県産品がですね、抽選で何名の方に当たるか、くまもん分かるかな。いきなりクイズですけど、ヒントはですね、ポスターをご覧いただきますと、ここに書いてあるかな。あえて見ない、あえて見ないぞ、くまもん。あれ、お、正解です。おそらく5だと思う。です、大正解です。毎月毎期500名様の方に抽選で美味しい県産品が当たります。すごいね。5ヶ月間合計ということで2500名様ということをポスターの方に掲載しております。えらい、よろしくお願いいたします。それではですね、はい、続いてのコーナーに入りたいと思います。はい、熊本県はですね、豊かな自然の恵みを背景に、多様な農林水産物が栽培されております。全国有数の農業が盛んな熊本県です。ところで、熊本は
今が旬の農林水産物は何があるか知ってるかな？今ですね、秋だもんね、くまもんね。何が美味しいかな？ジュルリーって、よだれば垂れとりますけど、うん、あ、トゲ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 。あー、なるほどね。パッカーンって割って、あー、出てきました。これなんだかわかりますか？わかったかな、お友達？くまもん何やったかわかるかな？ちょっと難しかったかな、トゲトゲしてるもの。あら、栗？栗？もうパパとママからの誘導尋問がすごいですけれども、栗！くまもん正解？正解！よかったね、さすがくまもん。ありがとうございますね。栗有名ですもんね、熊本はですね。熊本は有名な産地がたくさんありますね。その他にもいろいろあるよね、熊本ね。おお、それではですね、松岡店長に熊本に今が旬のですね、農林水産物を生産者の方とご一緒に、ご紹介したいと思います。松岡店長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。拍手。ゆうゆうくまもとちこさん風刺市場の店長、松岡でございます。本日はたくさんのご来店誠にありがとうございます。そしてくまもんも来てくれてありがとう。いえ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 、くまもん偉そうだな。くまもんもうちょっと謙虚に行こうぜ。よろしくお願いします。今日はあの熊本県のまあ、まあまあ、あそこまで行かなくていい、そこまで、あそこまで行くなくていい、あの普通に普通に普通にしましょう。うん、はい、水産物のご紹介ということでお時間いただいております。はい、まずはですね、もう私がお話するよりも実際に農産物を作っていただいている生産者の方からですね、お話を伺っていきたいと思います。お、楽しみだね、くまもんね。まずはですね、こう真ん中にございますシャインマスカットの生産者です。さんにお話伺いたいと思います。みふねさん、あ、いらっしゃいました。拍手。よろしくお願いします。前どうぞ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 。こんにちは。どうぞ、もう一歩前どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。体知ってます？あら、いや、熊本の馬かもってここにたくさん詰まってるんですよ。いや、その中でもね、今日はね、なんか熊本の美味しいもの紹介していただけるんですか？はい、あのシャインマスカットを作っております。あら、はい、皆さんよかったら、あの今すっごく甘くなってますので、血糖値に注意されてお待ちいただけます。あの心配されている方いらっしゃると思いますね。あんまり甘い時は冷凍されても美味しいですので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、美味しそうですね。あ、ありがとうございます。くまもんもね、食べるもんね。あら、輝いていいよ、くまもん見て、すごくね。あら、見えない、眩しくて見えないって。シャインマスカットって、美味しそうですね。ありがとうございます。拍手。続きまして、こちら前にございます梨の生産者でいらっしゃいます宮村さんにもお話を伺いたいと思います。宮村さん、よろしくお願いします。拍手お願いします。こんにちは。どうも、あらおで梨を作っております。あら、あらおですか。あらおは熊本もね、一大生産地ですからね、梨。あ、今でもう品種がもう終盤で、あら、もう最後の方ですか。秋月が最後らしいですよ。皆さん食べるなら今のうちですね。美味しそうだね。最近出回ったのカンタ梨、青梨のカンタ、最近よく見るよね、くまもんね。ちょっとですね、色がこうまばらなところがありますけど、かなり糖度が高いので。あら、糖度どれぐらいなんだろう、くまもん。どれぐらいなんですかってくまもん聞いてます。あ、大体そうですね、最高で18度ぐらい。あー、すごいね。くまもんビッグマーってびっくりしてるね。それはジュリだね。今からもう最高に美味しい時期なので、簡単なし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいよ、くまもん大きい。見て見て、くまもんのほっぺぐらい大きい。あ、くまもんの拳ね。やってますけど、具比べてもね、大きいね、くまもん。くまもんの手も大きいけどね、えらい大きいですね。くまもんの顔も大きいですよ。
違うねえ、おいしいおいしい梨作ってくださってありがとうございます。握手ありがとうございます。ご紹介いただきました、大きな拍手お願いします。生産者の方の、シャインマスカットや梨は、まあ、売り場にもございますので、終わってから皆さんぜひご利用ください。で、その他にもですね、今日は、先ほど栗のお話が出ましたけれども、山江村、栗の有名な産地でございます。山江村からですね、山江堂さんが、そちらいらっしゃってます。で、朝一番はですね、生栗もあったんですけど、もう大好評で売れてしまいました。栗の加工品をですね、たくさんお取り扱いされてますので、あら、じゃあ皆さんに今のうちですよ、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それから今おすすめは、極早生みかんということで、こちらにもご用意してます。青いね、この極早生のみかんですね、美味しそう。通常の温州みかんよりも少し早くですね、出荷されて、まあ、適度な甘みと酸味とありまして、非常に食べやすいみかんですので、こちらもおすすめでございます。今はですね、ね、とっても酸っぱくて甘くて、とっても酸味と甘みのバランスがいいんですよね。美味しそうだね、くわもんね。もうこんな時期になったんだね。この間まで暑かったのにね。その他にもですね、もう秋といえば新米の季節でございます。熊本では一番早い天草のコシヒカリ、こちらが先月より販売開始しまして、今月に入りまして阿蘇のコシヒカリ、こちらもおすすめでございます。新米でございます。新米だよ熊本。やっぱ炊きたての新米はね、あ、よそってるよそってる、ご飯をよそって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 すいませんすいません、タワーになっております。スカイツリーもびっくりですね。あ、グラ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 、はっはぁー、もぐもぐ、あ、美味しかった。食べるの早っ。このままのようにたくさん食べていただきたいと思います。そうですね、やっぱ新米美味しいですもんね。新米の時期だから、こう味わえる美味しさとか香りですとかありますので、ぜひ新米をおごりをいただきたいと思います。ぜひ皆さんね、召し上がっていただきたいですね。よろしくお願いします。店内では、お肉のコーナーもございます。熊本といえばですね、お肉の産地でもございますけれども、熊本の代表する黒毛和牛の和王ですとか、あとは豚肉ですね、リンドウポーク、こちらもおすすめでございます。美味しそうですね。非常にきめの細かいお肉でですね、こちらリンドウポークもたくさん商品ご用意しておりますので、ぜひご利用ください。クマモはどんな食べ方が好きなの？ひっくり返した。えらい焼いてる。あ、切ってる切ってる。あ、これはやっぱりね、中身がね、ちょっとレアな感じが美味しい。ステーキかー。なるほどね。くまモンはステーキが食べたいっていうね。豚もね、トンテキって言ってね、ステーキみたくできますし、お願いします。ちょ、今日私お財布持ってきてないよ。ジャンプしてみろってチャリンチャリン、ちょっと言わなかったね、クマモンね、残念。でもね、皆さん今日の夜ご飯はね、ステーキで決まりですかね。ぜひ皆さん召し上がってみてください。お願いします。はい、またお隣には、鮮魚コーナーもございます。本当に朝早くからですね、鮮魚コーナーの皆さんはお店の方に来られて、仕込み作業されております。で、今日もですね、熊本のタイですとか、はい、イカなんかも入荷をしております。で、毎日インスタグラムなどでですね、どのようなお魚が入ったかという情報も発信をされてますので、あら、熊本の美味しいお魚に、国産の美味しいお魚ですね、揃えてますので、ぜひこちらもご利用ください。これもインスタグラムだって、どこもインスタグラムなのかな。お魚屋さん、山本鮮魚さんの。あ、なるほど。お店さんのね、インスタグラムがあるということなのでね、皆さんぜひチェックましてください。もう悠々熊本ではですね、いろんな農畜産物、それから切り花コーナーなどもございます。いろんなものを
情報発信も、LINE ですとか Instagram も行っておりますので、そちらを見ていただいて熊本の農畜産物、ぜひ情報をチェックしていただければと思っております。ありがとうございます。店長様にたくさん紹介してくれて熊本嬉しいね。ありがとうございます。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。松岡店長ありがとうございました。ありがとうございました。詳しくご説明いただいて熊本もすごく勉強になったね。熊本の美味しいものいっぱいでさ、熊本のお腹もっと大きくなっちゃうよ。いや、うん、僕スリムだもんって。いやちょっと待った、熊本それ寄せて集めてるだけじゃない。そのまま横向いてごらん。はい、残念です。あの熊本ポチョポチョのままでした。全然ねえ熊本、でもさ、せっかくさこれだけね美味しいものがたくさんあるから、うん、いっぱい美味しいもの食べたいじゃん。そうだよ。でもいっぱい美味しいもの食べるにはいっぱい運動しないとダメだと思うよ。そんなに泣くほどかな。じゃあみんなも美味しいものがいっぱい食べれるように、これボクシングじゃんこれね、なんかフィットネスみたいな感じね。いやそれもいいけどさ、くまモンにはくまモンのダンスがあるじゃん。そうだよ。じゃあみんなで、せっかくね今日今お昼だと思いますので、ここで元気よく一緒に踊っていって、みんなでお腹を空かせて、そして熊本の美味しいものを食べて、そしてお部屋にも応援していただく。はい、残念でした。今日もあの踊れるようにスペース作ってくださったのよ。決してあの募集レースではないですよ。そうだからこれから皆さんで一緒に元気よく熊本のダンスを行っていきたいと思います。イエイ。さあ熊本、今日は何のダンスを踊っていきましょうか。みんなでご飯がいっぱい食べれるように、あらカモンクマも踊ってくって。なるほどね。どういうつながりか全然わかんないけども、あそうなの、一応つながりがあったの、クマモの中ではね。あーわかりました。じゃあカモンクマもという曲ねお送りしたいと思います。ぜひお友達も一緒にね踊ってくれるととっても嬉しいな。あの生産者の皆さんもね、ぜひね店長様も、そしてねみんなで一緒に踊れれば絶対ハッピーになれると思います。そしてね美味しいものもたくさん食べれると思いますので、ぜひ一緒に、あら一緒に踊ってほしかって、くまも、あら一緒に来てください。一緒に踊ってはいよって。よし、じゃあみんなで踊っていくにはまずどこやる。うん、カモン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 熊本熊本。なるほどね、手招き3回やっていきたいと思います。じゃあまず左手を腰につけて、みんな左手腰ですよ。あの全員参加ですよ、はい、あのダメですよ、私違いますみたいな顔しないでくださいね。全員ですよ。左手腰つけましょう。はい、そして右手をカモンカモンって手招きします。3回やりますよ、せーの、カモンカモンカモン。はい、クマモンと呼んでください。いきますよ、もう一回いきます、せーの、カモンカモンカモン。はい、クマモン。あら皆さんバッチリ教育がなんかすごいですね。なんか練習してきました。さあそしたら次はどうするんだっけ、クマモン。あ、ぐるぐるぐるって回って、えいえいもう。なるほどね、指差しはね飛ばしたのね、クマモンね。よし、忘れてただけかな。あ、1回目は指差しね。なるほど、 OK。 じゃあカモンカモンカモン、クマモンの後に4回指差しします。いきますよ、せーの、カモンカモンカモン。はい、クマモン、指差し4回やります。繰り返し、カモンカモンカモン。はい、クマモン。そしたら回ります、ぐるりと回って、えいえいもう。あら皆さんバッチリですね、くまモンのね伝え方が上手だったのかな。いや多分違うと思うけど、よし、じゃあくまモン早速踊っていきましょうか。皆さんの準備も整ったところで、くまモン準備は良かですか。うん、オッケー。それではいきましょう、カモンくまモン、ミュージックスタート。
しくできますよ。よっくまもん、さあ皆さんくまもんに合わせてよろしくお願いしますよ。地産地消応援フェアに参加しようという、思いをですね挙げていただいて記念撮影をしたいと思いますので、お願い、ご協力をお願いします。はい、わかりました。じゃあくまモンは皆さんと一緒に写るので、どうしようかな、ここの前に来ようかな。そうね、じゃあ皆さんね、これからお写真に写ると思いますので、顔をね写したくないよって方がいたらね、顔を隠していただければと思います。くまモンは隠さなくて結構ですよ。そしてカメラはどちらからましょうか。こっち、カメラはこちらで。わかりました、皆さんニコニコでお願いします。ここここがいいかな、ここがいいかな。よし、じゃあこっちから、皆さんこっちから撮りますからね、元気にニコニコでお願いします。あら嬉しかね、あら素敵なお写真になりそうですよ。こっち側からの方がもしかしたら応援フェアの看板が映るかな。じゃあ皆さんね、こっちに集まっていただいて、ちょっとだけ皆さんこっちに移動できますか。ずずいとこっち側にぜひ皆さんどうぞどうぞどうぞ。あら、いい感じになりそうね、くまもんね、よかね。じゃあくまもんはそこに座って、そのまま、もう一個前がいいかな、くまもん、そのまま座って、皆さんくまもんの後ろや横にどうぞお願いします。ここはちょっと開けていただければ嬉しいです。はい、ではですね、写真を撮る際には、地産地消応援フェアに参加しようと言いますので、皆様も参加しようと拳を上げていただければと思います。よろしくお願いいたします。では皆さんのシャッターチャンスを逃さないようにお願いします。元気よくいきましょうか。参加しよう、参加しようですよ。では参ります。熊本地産地消応援フェアに参加しよう、参加しよう。いっぱいあって、どこを見たらいい、どこ
な写真が撮れました。ありがとうございます。仕事があるんですよ、くまモンにも。あら、いや、ちょうだいちょうだい。え、何を？くまモン、おいしいものが欲しいって。いや、お財布持ってきてないって。くまモン店長さんにも出ならないの？ぜひ皆さんでね、あの地産地消応援フェアね、応援していただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上、熊本サプライズくまモン隊隊長のくまモンでした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。バイクそれでは皆さん、またお会いしましょう。熊本県営業部長兼幸せ部長のくまモンでした。ありがとうございました。